はい、こんばんは、シンガでございます、すっかりね、DJ が楽しくて楽しくてですね、ちょっとね、機材もね、前回の配信でね、これをね、ニューマークのこの、まあ、ターンテーブルというか、あれですね、DJ コントローラー買ったんですけど、やっぱりね、つまみいじりたいなと思って結局ね、もうワンランク上のね、やつを買ってしまいましたこれはね、またいいんですよ、このこのね、フィルターがついてたりね、ハイとのね、ローのね、 EQ もついてた。結構ね、いい気もカットできるんでね、まあちょっとしたアイソレーター的にね、遊べるかなって感じですね。いやー、よかった、買ってというわけですね、僕のチャンネル、グルーボックス DJ シンガチャンネルなんですけども、新しくね、DJ 枠というものが前回誕生いたしましたということでですねまあ本当にね、 DJ 曲をつなぐことに関してはね、僕はもう本当ど素人で本当に申し訳ないですけども、これからね、どんどん練習していきたいなと思ってるところでございますが、せっかくね、配信等でね、 DJ をね、これからやっていくっていうことで、視聴者さんからね、トラックをね、募集したいなと思います。募集っていうかね、そう言うとね、ちょっと上からっぽくて、ちょっと個人的にはあれなんですけど、ぜひね、僕にプレイする楽曲をね、提供してほしい、著作権フリーの皆さんが作った著作権フリーの楽曲をね、僕に提供してほしいですっていうのも、 YouTube って、DJ とかできないわけじゃないんですけど、人様の曲をね、まあほらプロのね、ミュージシャンが作ったね、世に出てるレコード会社から世に出てる曲を使うのはちょっとね、問題があるんですよねなんで、著作権フリーのものであれば OK なんですけどそうなるとね、なかなか数ないですよね。なんで、僕なんかは前回の配信とかもそうなんですけども、すべてね、自分の曲、自分で作った曲のみでね、やって、急遽ね、リアルタイムで、リスナーのね、皆さんに送ってもらって、曲をつなげてったわけですけどね、つなげたっていうか、もうほんとひどい、つなぎだったんですけども、それがね、妙にね、リスナーさんと思うとも楽しめた感じがあってね。なんでぜひぜひね、ちょっと今後ね、せっかくね、皆さんも、トラック作ってますからね、こんな僕のチャンネルで良ければですね、ぜひぜひ皆さんの曲をね、かけながら、皆さんの、プロフィールなんかもね、交えて語っていきたいなと思っておりますんで、送り方ですね、今のところ、サウンドクラウドか、X、ツイッターですね、の DM で受け付けます。で、送り方は、ギガファイル便で送ってもらうのが一番いいです。ギガファイル便を知らない方は、ギガファイル便で Google 検索していただくと、多分ね、すぐわかります。
まあ、普通に何だろう、一時的サーバーですよね、一時的保管庫、そこにアップロードしてもらって僕がそこでダウンロードするっていう感じの方法がね一番、楽だと思いますんでね、そのやり方で送っていただけたらなと思います。海外勢の方もね結構いると思うんですけども、海外勢の方はねまたちょっとおいおいしましょう。もしかしたらね昨日、日本語とかねちょっと理解できる方なんかはもしかしたら送ってこられる可能性もあるかもしれないですけど、一旦ちょっと日本のリスナーさんの、方たちに向けて、募集します。で、一応メンバーさんがねもし送ってくれたらメンバーさん優先にしたいかなと思います。そこら辺はご了承ください。せっかくねもうこれ1回しか使わなかったなんで、そのうちこれはプレゼント企画かなんかで出そうかな、せっかくねこちらゲットしたんで次回の配信で早速使いたいななんて思ってたりするんですけどね、使えるでしょうか。はい、あと一つだけ皆さん宣伝よろしいでしょうか。ちょっと待ってくださいね。はい、皆さん、イニシャル D ご存知ですかね。これ単行本ではなくてですね、実はミニカーなんですね。これねちょっとお高い高級品なんですけども、こちらですねシンガプロデュースでございます。僕の名前どこにも書いてないんですけどね、この背景とかねこのミニカー自体のねこの塗りの デザインとかをね全て僕が手掛けております。なんでねぜひぜひ皆さん Amazon 等でね、購入できますんで、買っていただけたら嬉しいなと思います。売れ行き次第ではね第2弾とか等もね京商さんから出ます。皆さん大昔ねお世話になったあのラジコンとか作ってる京商さんですねから出ますんでね、出てますんでねぜひぜひ。ちょっと宣伝でしたというわけで、ぜひぜひね楽曲募集しております。ないとは思うんですけどもしね大量に送らさってきたらですね、もしかしたら、次の次とか、になっちゃうとかってあるかもしれないんですけど多分ないんで大丈夫ですというわけで、皆様力作募集しております。あそうだジャンルのこと言うの忘れてた。ジャンルはですね、電子音楽だったら何でもOK です。今のところ僕の中でその DJ のつなぎに関してこだわり等がまだないので、そのうちね、曲とかいっぱい集まってきたらミニマル縛りとか、トランス縛りとかってあるかもしれないんですけど多分ね、なかなかそうはなんないかなと思います。どうこう言ってる間ね DJ って難しいですよね。途中で音が止まっちゃうっていうのがね恐ろしくてしょうがない。特にねこうやって喋ってるとねもう気がついたらね曲の終わりに近づいちゃってたりするんですよね今もギリギリでしたね。楽しい。Thank you.
しいね、つまみいい、これはいいよ。はい、というわけで、早くてね、金曜日の夜10時からまたやりたいと思いますんで、皆さんごきげんよう。